ビルタウィールはエジプトとスーダンの国境地帯にある地域。この地域は、いずれの国家によっても領有権が主張されていない、無主地である。米軍作成の地図。境界線に囲まれているのが、ビルタウィールこの地域は砂漠地帯にあり、境界線はすべて直線で構成されている。北の境界線は、北緯22度線であり、その長さは 95km にわたる。 南の辺は、ジャブル・バータザガと、ジャブル・ヘズマット・オマールを結んでいる。地域の北部には、タウィール山、東部には、ジャブル・ホジハ・アズザーカがそびえる。また、地域の南部には、ワジタウィールが流れている。1899年、イギリスはこの地域の覇権を握り、保護国エジプト王国との共同試験地域とした。この時、エジプトとスーダンの境界線は、 北緯22度線とされた。22度線以南のビルタウィールの地域は、ハルツームのスーダン総督の管轄下に置かれた。1902年、イギリスはこの地に、新しい行政境界線を引き、ビルタウィールはエジプト側に組み込まれた。この地域が、アスワンを本拠とする遊牧民、アバブダ人の放牧地であり、地理的、文化的にハルツームよりもカイロに近かったためである。 この時同時に、ビルタウィールの東北側、航海にかけての22度線以北の地域が、スーダン側に組み込まれることになった。ハライブ一帯の遊牧民が、スーダン側を拠点としていたためである。上がエジプト、下がスーダン、緑の部分が両国が領有を主張する、ハラーイブトライアングル、その左の白い部分が、ビルタウィール北スーダン王国の国旗ビル、タウィールの貴族は、 ハラーイブトライアングルの貴族問題と不可分に結びついている。エジプトとスーダンの国境線について、エジプト政府は1899年の境界線を主張し、スーダン政府は1902年の境界線を主張している。ハラーイブトライアングルを自国領とする境界線を採用すると、ビルタウィールは自国領に含まれない。ビルタウィールは ハラー・イブ・トライアングルのわずか10分の1の面積であり、ハラー・イブ・トライアングルと比較して重要な土地でないと考えられていることから、両国ともハラー・イブ・トライアングルを自国領とする境界線を主張し、その結果、ビルタ・ウィールの領有権は両国とも否認する形となっている。また、ビルタ・ウィールにはエジプトかスーダンを通ってしかアクセスできないため、 第三国がビルタウィールを自国領土と宣言することは難しい。このためビルタウィールはいずれの国家によっても領土と主張されていない地球上で稀な土地の一つとなっている。この地の領有を主張してミクロネーションの建国を宣言する民間人は幾人か存在している。2014年にはアメリカ人のジェルマイア・ヒートンが現地に赴いてミクロネーション 北スーダン王国の建国を宣言した。これらの領有宣言を承認する国家はない。ありがとうございます。